BC バイオサイエンスデータベースセンター研究員の三橋です。今日はゲノム医科学に必要な情報基盤としての日本人データベースという、お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。でこんな時まずあなたはどうしますかということで3つの、課題を挙げてみました。例えば論文を書いててレビューアーからですね、人個人レベルの、NGS データとかアレイデータを公的データベースに登録してくださいと言われたら、どうしますかということで、普通考えるのは米国の NCBI に登録するということを考えると思うんですが、個人レベルの人データを扱うデータベースとしてはもう DBGAP というのは有名です。で次にホールエクソームとかホールゲノムで得られたバリアントの人種別のアレル頻度を知りたいということですけども、そういった場合には、これはブロード研究所で作られているですね、ゲノムアグリゲーションデータベース NOMAD というデータベースを使ったりします。で今度ですね、臨床的意義、要するにこのバリアントがですね、パソジェニックかベナインかっていうのは、基地で知られているものがあったら知りたいという場合には、NCBI クリンバを、ルックアップすることが多いかと思います。なんですけども、実はこういった欧米のデータベースに含まれる、日本人っていうものに注目してみますと、例えばNOMADに含まれている、集団別の、サンプル数がここに出てるんですけども、NOMAD自体は十何万もあって大きなデータなんですけど、その中で東アジアっていうのは、このくらいのデータが入っていると。ただしですね、あまり細かい分類は書いてないんですけども、大半は台湾とか中国系の人のデータだと思われまして、日本人のポピュレーションってのはほとんどなくて、例えば1000人ゲノムの、100人くらいの、健常人のデータっていうのは間違いなく入ってるんですけども、それ以外のデータっていうのは、この中には入ってないんじゃないかと思われます。でそういった場合に、日本人のデータを扱う人依頼データベースにどんなものがあるのかということですけど、1番目の例に関してはこれから紹介する NBDC 人データベースで、これは先ほどもミラノから申し上げましたけど、遺伝研の DDBJ センターと協力してやってまして、 DDBJ 側は JGA というデータベースを運営しています。でもう一つですね、こちらのアレル頻度の方ですけども、これは、皆さんご存知のように東北メディカルバンクのデータベースとか京都大学の、長浜コホートのデータベースとか、それぞれプロジェクトごとにデータっていうのは出てると思いますけども、それらを統合した今回、日本人ゲノム多様性統合データベース統合バーっていうのを作りましたので、ぜひこれを、紹介させていただいて皆さんにお使いいただきたいと思っています。で3番目に関してはですね、これは我々のデータベースではないんですけど、 MGND という臨床ゲノム情報統合データベースというのが、これは AMEDのプロジェクトで作られたものです。ですので、今回この2つを、ご説明しますけど、この3番目のものについても簡単に今ご説明します。これはですね、 AMEDの臨床ゲノム情報統合データベース事業で構築されて、今年の3月に公開されたものです。これはこういった対象疾患の、日本人ですけども集めて、変異解析をして、すでにですね、9000バリアントに関して、臨床的意義が付与されているということで、公開された時はそれほどの数じゃなかったんですが、7月に非常に増えているということで、これからもこのデータ増えていくんじゃないかと思いますので、基地の、クリニカルシグニファンスは基地のものを調べたい場合というのは、MGND を利用なさるといいんではないかと思います。で、ということで残りの2つの、ヒト DB、JGA と統合バーというのはどんなデータベースかというのを関係を簡単に申し上げます。で、NBDC ヒトデータベース JGA というのは、これは個人ごとインディビジュアルレベルの情報を扱います。ですので、これは制限公開、いわゆる利用とか提供に審査があります。それに対してですね、統合バーというのはこちらの一次データから集計して個人別じゃない情報にしたものですので、非制限公開、要するに審査がないというデータベースになっております。でこれ簡単に言いますと、データ提供者の方が、NBC 人データベース JGA に例えば、賛成されました、NGS のデータとかスニッパーアレイのデータを、それぞれ出していただくと。でこれを使うには、審査がいるんですけども、統合バーの方に持っていくときにですね、これ NGS データだと、それぞれのデータをですね、同じ手法で、バリアントコールジョイントコールしまして、同じ手法で出した、頻度情報、これを JGA NGS というデータセットで公開しています。でスニップアレイの方も同じように、同じスニップに関しては、頻度をアグリゲートして、こちら JJ スニップという、頻度情報データを、これは個人情報ではありませんので非制限公開で出しております。でこれを、データ利用者の方がですね、概要を把握していただいて、本当に詳細に調べたいということになりましたら、こちらの人データベースの方に、利用申請していただくということになります。でこの利用申請の仕方とかについて、これから
細かく詳しく話をさせていただきたいと思います。で、まあ統合バーと人データベースの、まあ、入り口ですけど、先ほど出てきました NBDC のポータルサイトの、まあ、このあたりに2つ人 DB と統合バーのリンクがございます。でもちろん Google で人 DB とか統合バーと言っていただくと、もうトップに出てまいりますので、まあ、そちらの方がアクセスがいいかもしれません。ということで、NBDC 人データベースの紹介をさせていただきます。まずはちょっと制限公開ということで、ちょっと仕組みとかですね、概要をまあ簡単にご説明してさせていただきます。その後データを提供していただく方と利用していただく方と2つのタイプのユーザーがいらっしゃいますので、それぞれの視点からまあどういうことに気をつけていただければいいかということを、ご説明させていただきます。で、まあ、人 DB の概要ですけど、何回も申し上げてます。制限公開、いわゆるコントロールドアクセスが必要な、まあ、個人レベルの、まあ、データを収集公開する仕組みです。で、人に関するあらゆるデータが対象ということで、2013年の10月から運用開始しましたので、もう5年になります。で、あらゆるというのはゲノムデータ以外にでもですね、例えば認知症の研究で使われた MRI の脳画像とか、そういったデータも入っておりますので、ゲノムに関係なく受け入れるということになってます。で、あと、個人の氏名とかそういった情報はそのまま受け取れませんので、 ID を匿名化していただくというようなことが、必要になります。で、あとデータ提供利用に関する誰が使っていいかとか、ここから公開していいかという審査は NBDC が行いますので、まあ、それに従っていただく必要があります。とはいえですね、例えばまだ論文を書いてないから論文が出るまで公開を待ってくれとかですね、インフォームドコンセント、資料を集めた時のインフォームドコンセントに、ある制限事項があるので、この制限事項を守って公開できないかといったことには、対応させていただいています。で、あとですね、例えば昨年個人情報保護法がまあ変わりまして、ゲノムデータというのが、いわゆる個人情報の中に入ってしまったんですが、まあ、そういった指針の変化、法律なんかの変更にも柔軟に対応して、いっております。で、公開データ数ですけど、8月末で、オープンなものは20件で、審査が必要なものは72件公開されています。で、まあ、ちょっと同じようなスライドですけども、研究プロジェクトから匿名化して出していただいたデータは一度公開待機ということで、例えば論文とかが出るまで公開してもいいよっていうまでは一応、公開を、まあ、エンバーゴすることができます。その後個人レベルの情報に関してはいわゆる審査付きの公開、これを制限公開データと呼んでます。で、逆に、統計値とかそういう個人の特定ができないものに関してはウェブサイトから制限なく、非制限公開としてデータとして、公開しております。で、これがまあちょっと共有の仕組みなんですけど、提供される方はですね、まあ、申請を NBDC 人データ審査委員会にしていただく必要があるんですが、まあ、申請書以外にきっちりとインフォームドコンセント取れてるかとかですね、倫理委員会で承認をもらってるかというようなことを書類を提出していただいて審査をさせていただきます。それで OK が出れば、まあ、データを送付するということで、データ送付先は、遺伝研の方の JGA になります。で、そこからアクセッション番号が発行されて、まあ、論文なんかに載せることができるというふうになっています。まあ、こういったことを、提供時には協議します。で、一方利用者の方も同じように申請していただいて、まあ、承認が出ると、まあ、データにアクセスしていただくと。で、利用状況を報告するということで、管理をさせていただいております。で、まあ、出てきました JGA の方ですが、 JGA の方にもこういったポータルサイトがありまして、主な役割としては、まあ、データをセキュアに管理するということと、何回も言ってますようにアクセッション番号を発行するというのは、DDBJ ではないとできませんので、まあ、こちらでやっているということです。で、先ほども同じような絵が出てきましたけども、人の、制限公開データに関しても、日米欧で、3局で、やっておりますということで、それぞれその審査の方法というのは少しずつ違うんですけども、DBGAP、EGA ともまあ連携してやっております。まあ、これも、遺伝研の方の、仕事になっています。ということで、大体簡単に概要を説明させていただきましたけども、次はまあデータ、提供者の視点からですね、3つのことを説明させていただきたいと思います。なぜ人データベースにデータを、提供しないといけないのかという必要性、あとまあどんな手続きがいるのか、あとですね、提供者が利用者を選んだり条件をまあ自由に決められるのかっていうテーマについて話をしたいと思います。で、まあ、これも先ほどのミノアの、プレゼンにも出てましたけども、最近やはり皆さんご存知のように、まあ、ジャーナルを書くときにですね、公的 DBA データ登録と、まあ、アクセッション番号を論文へ書くということは、まあ求められています。ということで、JGA はですね、2016年の6月9日に、まあ、サイエンティフィックデータジャーナルの、まあ、推奨レポジトリということになりまして、まあ、データは人のデータは個人データは、JGA に登録してくださいということが、まあいうふうに言われております。で、まあ、これサイエンティフィックデータのページですけども、まあ、その時に、
まあ、注意していただきたいのはですね、これが、まあ、DB ギャップであろうが EGA であろうが JGA であろうが、まあ、どこに登録しても同じように扱われるということです。まあ、アメリカに登録したら何かいいことがあるんじゃないかなという気がするかもしれませんけど、そんなことは全くありません。同じ、アクセッション番号が、発行されますので、ぜひあの、まあ、日本語で、登録できるのは JGA だけですので、ぜひ JGA の方に登録していただければと思います。でもう一つの必要性というのは、これは AMED が今年の3月に出した、データマネジメントプラン義務化という、まあ、あのホームページに出ているんですけども、要するにあのファンディングに応募する際にですね、まあ研究から出てきたデータをどういうふうに公開していくかということをあらかじめ計画を立てないと、まあ、お金ももらえないという、ふうにだんだんなってきております。でその中の制限公開データについてはですね、登録先に基本的には NBDC に登録してくださいというふうになっておりますので、ぜひあのこういうことを念頭に置いた上で、研究を進めていただければと思っております。ということで、次にですね、まあデータにの提供に必要な手続きについて、まあ、簡単にご説明します。ヒトデータベースのページのタブにデータの提供というところがあります。まあ、ここをクリックしていただきますと、その流れが書いております。一番大事なことはですね、ここにありますように、まあデータをですね、出てきた後に登録したいときにですね、いろいろ慌ててもダメで、先ほどのデータマネジメントプランと同じように研究計画時に、まあ、こういった研究計画書、同意文書、説明文書というのをしっかり、作成しておく必要があります。まあ、これ後からですね、再同意取るのは非常に手間がかかるというのは、まあ、皆さん容易に想像できるかと思います。じゃあそれではですね、じゃあこう言われてもどうやって同意文書とか説明文書を作ればいいんだっていう、まあ、具体的な疑問があるわけですけども、まあ、それに関してもですね、ひな型を用意しております。でまあ、この FAQ のところの19番を見ていただければいいんですけども、先進ゲノム支援プロジェクトというのが、まあ、あるわけですけども、そこと協力して、昨年度に、こういった同意文書のひな型というのを用意しました。で、ここからダウンロードしていただければいいんですけど、その中にどんなことが書いてあるかということです。で、まあ同意文書に記載すべき内容のリストとして、まあ、こういったことが書かれておりまして、まあ、同意の撤回とかそういったところは、まあ、あの別にデータベースと関係なく必要なことだと思うんですけど、特に注目していただきたいのは、まあ、解析データを公的データベースから公開するというのがちょっと、他と違う、同意書になっています。でこの部分、ここの部分をちょっと拡大して見てみますと、まあこういったことが書いてありまして、一番大事なですね、どこから出すとは書かなくてもいいんですけど、データを公的データベースから公開するということを必ず同意の説明文書に書いていただいて、研究参加者の方に同意をしていただくと、これが全ての基本になります。であとですね、実際公開するときには、国内のですね、アカデミアだけではなくて、製薬企業とかの民間企業、海外の企業にも、海外の機関にも、まあ、研究目的であれば利用していただくということになってますので、これも同意文書に書いてぜひいただきたいと思います。であとですね、他の研究に利用されることであるとか、アクセスレベルとして制限公開、非制限公開が、それぞれ適切に、まあ、処理されるというようなことを書いていただければというふうに思います。で最後ですけど、データ提供者がデータ利用者を選んだり利用条件を決定できるかということですけど、まあ、今までの、話の流れから言って当然これはできません。ただしですね、先ほど言いましたように、インフォームドコンセントの説明文書の中で指定している制限項目、例えば、こういった、疾患にしか研究には使ってはいけないという、制限をつけて同意を取っている場合は、まあ、そのポリシーをそのまま適用することができますので、ぜひこういったことも念頭に入れていただければというふうに思います。次にデータを使う方の視点からですね、また2点、データ利用に必要な手続き、あとはですね、最近よく Amazon とか、Google とかで、まあ、クラウドサーバーということで非常にヒトゲノム NGS のデータ解析というのは非常にコンピュータリソースを使いますので、なかなか自前でサーバーを用意するというのは難しいと思うんですが、そういった、その代わりですね、クラウドサーバーというのが安価に利用できるようになってきてますので、ぜひクラウドで、まあ、解析したいんだけどっていうニーズはあるかと思うんですけど、まあ、これが解析利用、できるのかできないのかというこの2点について、簡単にご説明したいと思います。で利用の手続きに関してもこのデータの利用というタブから言っていただきます。でポイントとしては、まあ、1つ目はデータ利用の申請書ですね。であとデータを管理していただくときにきちんと情報セキュリティが守られているかというチェックリストを記入していただいて、まあ、提出していただく必要があります。でこの2点について説明いたします。
でこれちょっと利用書の利用申請書の中身なんですけども、まあ、研究代表者が責任者が誰かとか問い合わせ先、あと所属機関の長のあと研究分担者といったそういう人に関する情報を入力していただきます。でそれ以外にはですね、あとまあどういった研究に使うかという研究題目であるとか、データ利用いつまでしたいかとかですね、あと利用目的、最後に研究計画の倫理審査を受けているかどうか、こういったことを、まあ、すごく基本的なことばかりだと思うんですけども、申告していただく必要があります。まあ、で希望者の方にはですね、あのサンプルをこのサンプル紙で持ってきておりますので、もしあの、興味のある方は私に声をかけていただければと思います。でまあ、情報セキュリティ対策の方ですけども、当然あの制限公開データというのは情報の漏洩防止をするというのが全てですので、あのデータが消えてしまってもですね、もう一回データベースからダウンロードすればいいので、そういう意味で言うと本当に漏洩させないということが全て大事です。そのためにですね、制限公開データというのは他と分離して、まあ、移動できないするなというのが原則になっています。そしてそのセキュリティガイドラインというのがあるんですけど、その30項目、これ非常に基本的な内容ですけど、ここ自己点検していただいてチェックをつけて、まあ、申請書と一緒に出していただくということが必要になります。で次ですけど、まあ、2番目の問題としてクラウドサーバーでまあ解析できるのかということですけど、これ実は、先月の30日までは自分のところのですね、所属組織の、サーバーでないとですね、解析することができませんでした。ですので、クラウド利用禁止だったんですけども、ちょっと変わりまして、自分の所属組織以外にもですね、一応機関外サーバーという名前をつけてるんですけど、一応この人データベースのデータをダウンロードして解析してもいいと、自分の組織以外のサーバーでもスパコンとかで解析してもいいというものを、新たに設けました。でその第1弾がですね、遺伝研さんの、スパコンの中に個人ゲノム解析環境というのができまして、まあ、これを8月31日に、まあ、もう できたばっかりなんですけど利用開始することになりました。で、この環境に、先ほどの NBD シストデータベースのデータをダウンロードしていただいて、まあ、解析できますし、もちろん、ユーザーの手持ちのデータのみの解析ももちろんできます。その場合はあのもちろん NBDC にあの申請していただく必要は全くありません。あの遺伝研の方にあの利用の手続きを取っていただければお使いになれます。でまとめで NBDC シストデータとはですね、何回申し上げても公的資金によるまあ人データの関連研究のデータをまあサブミッションするまあ受け皿、共有するための受け皿であると。であとは論文に記載可能な JJ のアクセッション番号を発行してもらいますと。でまあ、個人由来のゲノムデータの共有と個人保護の両立を可能にするために、まあ、NBDC や、データ提供者利用者はまあこういったことをまあしなければいけないということに関して、説明させていただきました。で、実はですね、あと研究員募集のお知らせということで、実際のこういったですね、インフォームドコンセント書類をですね、適切にまあ書いたりするといったことをですね、研究者の皆さんにまあ問い合わせがあれば支援すること、あとはですね、まあ、いわゆる申請が研究者の方から送られてくるんですけど、これをデータ、利用審査委員会の先生に、まあ、委員の方にですね、審査していただくんですけど、やはりあの事務作業というか実際に申請書の内容を読み解いてですね、作業しないといけないということで、まあ、こういった研究支援の研究者は今募集しておりますので、ぜひまあ、本当に人が少なくてですね、今だいぶあの申請とかも増えてきまして、本当にこの担当している人間が今かなり忙しくなっておりますので、ぜひお知り合いの方でもですね、興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひここのサイトにちょっとアクセスしていただければと思います。はい。で次、統合バーという、まあデータベースの紹介をさせていただきます。これも最初に説明しましたように、まあ、2つの目的がありまして、さっき説明しました NBDC シストデータベースの、まあ個人レベルのデータというのはなかなか、概要を把握するのは難しいので、まあ、二次加工ですね、個人特定されない頻度データにして、オープンアクセスで見てもらうというのが一つの目的です。もう一つは、まあ、日本や海外で公開されているデータ、ゲノム多様性と疾患の関連情報、まあ、具体的には現在クリンバーですけど、こういったものを統合してですね、ワンストップで、検索可能にして、まあ、バリアントのアノテーションを楽に付けられるようにしましょうという、この2つの目的で開発したものです。で今年の6月7日にまあ公開したばかりですので、まだまだ足りないところがいっぱいあるんですけども、まあ、現状ですね、ジャームラインのバリアントだけしかちょっと扱っていないということで、まあ、主要ゲノムとかソマティックなバリアントについてまあ扱いたいと思っているんですけど、ちょっともう少し後になるという予定になっております。
で、まあ、これも先ほど出てきた絵ですけども、データ提供者が出した、個人ゲノムを再解析して、集計したデータを、まあ、データ利用者が概要を把握して、ヒトデータベースの方に、利用申請をすると、こういうモデルになっています。でワンストップ検索の方ですけども、例えば現在ですね、同じバリアントでいろんなデータ集めたいと思ってもクリンバ、エグザック、まあ、東北メディカル、京大と、まあ、頻度情報だけを見てもそれぞれのサイトに、まあを閲覧してですね、それをダウンロードしてきて、まあユーザー自身が整理しないといけないわけですけども、統合バーを使いますと、まあ、こういった検索をしてこういった URL にアクセスしますと、もうこれらの情報が一つのサイトにまとまった形で提供されているということで便利になっております。で統合バーに入っているデータベースです、データの内容ですけども、一番上にあるのは先ほど言いましたヒトデータベースを再解析した情報で、エクソームのデータが125人で、スニップチップのデータが18万人入っております。でその他、健常人のデータとして、まあ、日本人の、まあ、東北メディカルと、あと長浜、ゲノムコホートのデータが入っております。であと海外のものとしては、まあ、エクソームので、エクザックのデータが6万人分入ってますが、これも後継のノマドっていうプロジェクトになってますので、まあなるだけ早く、まあ、バージョンアップをしたいと思ってます。であとは疾患関連性に関してはクリンバー、あと文献に関しては、NCBI のパブデータとコリル、引用情報に関してはコリル、次の山本さんの、発表出てくると思いますが、コリルというデータベースを統合バーでも使っております。で、JGNGS と JGS に再解析したデータがどんなところから来ているかというその由来です。で、NGS のデータの方は、まあ、次世代がん、P-Directのデータとか、ゲノム支援とか、IHEC のデータが入ってまして、まあ、どちらかというと、今現在はがんのデータが多いです。ただですね、ヒトデータベースの方にも申請が増えてきてますので、まあ、そういったものがこの中に少しずつ追加されるということになりますので、この125という数は増えていくと思われます。で同じように JGA のスニップアレイの方の頻度データですけど、これも18万人のほとんどがバイオバンクジャパンのデータです。でこれも基本的には生活疾患病の方のデータですので、やはりやや疾患を持った方のデータが今のところは含まれて多いという状態になっています。ですので、まあ、東北メディカルとか長浜といった、まあ、健常人の方と、まあ、合わせて使っていただくといいんではないかと思います。いやこれは、まあ、バリアントデータの使われ方の一つなんですけども、希少疾患の、研究をしておられる先生に何人かお聞きしたところ、まあ、こういった使い方をされている方が多くて、いわゆる、NGS でホールエキソームとかのシーケンスするとですね、何万数万という数で、まあ、バリアントの候補が出てくるわけですけども、その中からやはり、普通のデータベースに入っているものを除いて、やはり、患者さんに特異的な、バリアントだけに絞り込みたいという、やはりそういった、希少なバリアントを絞り込むために、日本人の頻度データを利用していただくという例が非常に多いです。まあ、友のデータとか HGVD も、まあ、そういうふうに利用されてたんですけども、まあ、この統合バーのデータも、まあ、そういうふうな形で利用していただけるというのが一番、いいのかなというふうに思ってます。で次に、まあ、検索例になりますけども、これが、この URL に、行っていただきますとこういった検索画面が出てまして、検索条件としてはですね、スニップの RS 番号であるとか、スニップの位置とか遺伝子名、これ今疾患名で入れてますけど、疾患名とかだと、まあ、先頭位置で曖昧な、言葉でも検索をしてくれます。そうすると検索、この条件に該当する、バリアントが出てきまして、まあ、ここに、フリーケンシーですね、JGNGS スニップ、あと友の 3.5K、京大、エグザック、この今5つの集団の頻度が、並べて、表示されてます。でグラフになってますけど、この上にマウスオーバーするとこういったように数字も出るようになってます。でここをクリックすると、まあ、詳細画面にも行けるようになってまして、あとですねフィルター機能がついてまして、まあ、特定のデータセットだけ表示したいとか、頻度で絞り込みたいとか、クリニカルシグニフィカンスで絞り込みたいとかいうこともできるようになってます。ということで、使い方自体はですね、簡単に今説明しましたけども、統合 TB っていうのは先ほども説明されましたけど、非常に動画で 今言ったようなことがですね、丁寧に説明されてますので、まあ、こちらをご覧いただくのが非常に、分かりやすくて良いかなというふうに思います。ということで、ご清聴いただき誠にありがとうございました。ということで、まあ、ご不明点等ありました、審査のところとかですね、申請のところなんかは結構複雑ですので、とにかくこちらの方まで何か気になることがあったらお問い合わせいただければと思います。あと、まあ、研究員の募集なんかもよろしくお願いいたします。これちょっと早いですけど、すみません、終わりです。はい。